本日のさゆりの餌ですね。イカそうめん、イカスミでもいいですけど、こんなんで十分です。餌持ちがよろしい、まあ、1歳んで、まあ、イメージで言うと入れてみて、よいしょ、ちょんがけですね。これを刺して、これやらないと釣れないね。針だと早い、ちょっと待つ。あとあれだな、イカがちょっと乾燥してる。ちょっと捨てる。手をぶち込んでいきます。で、初めのうちは就業なんでいっぱい入れていきます。でも入れすぎると中のオキアミが拡散しされないので、ほどほどにぎゅうぎゅう詰めにします。よいしょ、はい、はい、じゃあ流すの、釣れた？釣れた。あ、逃げたかな？あ、逃げた。逃げた。もう一度できます。やっぱり餌持ち。うん。釣れた。あ、違うね。カタクチイワシ。残念。じゃああれイワシか。あ、もう一回。あれイワシなんだ。イワシがベイトが向いてて、イワシの群れがめっちゃ入ってるんだ。イワシかいや。サヨリおらん。
あれ全部イワシやで。うん。うわー、イワシだこれ。サヨリが釣れんの。ほんま？うわ、あ、さゆり、はい、よし、あ、取れた、あ、まだあるね、すごいね、餌持ちがいい、あ、入れて。冷たい。冷海水を、はい、オッケー。よいしょ、はいよ。釣れた。いい。買ん釣？出てる。ああ、完全に向こうまで行ったんだ。もう一回、はい、もう一回やって。上に。で、上にやって。よっしゃ、取れた。サンキュー。投げるじゃないですか。
一回。ね。で、まあ5秒ぐらい待つじゃん。で、その後にこれゆっくりずっと巻く。2秒で1回ぐらい。ゆっくり。ゆっくり巻く。ずっと。ゆっくり巻くとさゆりがかかる。かかった、うん、でかかったら上げてあげると。うわ近かった。で5秒ぐらい待って、あとはデッドスローでゆっくり巻いていく。ゆっくりゆっくり巻いてあげる。ゆっくり巻いてあげる。そうするともうかかる。あ、かかった。釣れた。取れた。もう一回いきます。で、フィッと。で、まあ、5秒ぐらい待ってオキアミがちょっとずつ出ると。で、あとは糸吹きを取ってあげて、ゆっくりゆっくりコモセを出しながら、その後ろに針がついた餌が通っていくと。ゆっくり。で、ググッときたらちょっと引っ張ってあげてフッキングをすると。かかりましたね。逃げた。投げてちょっと待って、あとはゆっくり。ゆっくりゆっくり引っ張って、サウリーさんが口を使ってくれるのを待つ。で、かかったらフッキングで、すぐに回して回収しましょう。これは餌持ちがいいんで、コマ性がなくても活性が高かったら食ってくると。で、大体同じ場所に落としてある。で、同じようにちょっと待って、デッドスロー、ゆっくりゆっくり引いてあげる。で、普通のね、イカの切り身よりもイカの塩辛がいいのは、まあ、保存が効くからですね。人間が食べるというのは、屋外でね、ずっとね、イカとか置いてるとね、傷んでくるんで、塩辛の方がいいと思います。よし、投げる、ふいっと。
とスローで引っ張っていく。でかかったら素早く回収。するといいや。で糸ふけを取ってあげる。であとはちょっとさゆりが来るのを待ってゆっくり引っ張る。そうするとビクビクってくるから、そしたらさゆりがかかってるからすぐに回収。それか針の手前のオレンジ色の浮きが沈んだら釣れている証拠ですね。いやー曇り空で気持ちがいいですね。よっしゃ、暑いぜ、と。ぎゅう。いや、竿っていうか糸なんだけど。ああ。釣れた。
あ、これめっちゃでかいな。そうそう。